はい、皆さんこんにちは。国際不動産エージェント鈴木学でございます。今回はですね、まあ日本魅力ある地方都市、はい、特に不動産投資視点で面白い場所ということで、長野県の白馬村を、取り上げてみたいと思います。私個人的に言うとですね、まあ、日本国内の不動産いろいろやってます、昔から。はい、で基本的に普通に街中で、あるいは都会で、まあ、アパートマンションっていうのを買うということは、まあ、基本的に卒業しているというか、結構興味が変わってまして、もう今では、まあ、日本で、これから輝きそうな地方都市で、まあ、お宝物件を探すと、まあ、あるいは、お宝物件っていうのはそのものをそのまま使えることは少なくて、やっぱり、改修工事をして再生をするとか、あるいはプロモーションをして価値を上げるものなので、はい、まあ、そういう、素材として非常に面白いようなものを安く仕入れて、はい、でまあ、プロデュースするということをしておりますが、まあ、それがまあ成り立つためにはその場所が、多くの人にとって、まあ、魅力的である必要があります。はい、そういう意味で場所も選んでおります。で今回、取り上げる長野県白馬村というのはですね、私もよく仕事で行くんですけれども、非常にユニークで、面白い場所、価値も高い場所、はい、だと考えておりますと。はい、で白馬というのは、長野オリンピックの時にですね、やっぱり八方尾根っていう、まあ、多分日本一のスキー場の一つだと思って言われてるとこなんですけれども、まあそのスキー屋がですね、長野オリンピックを、まあ、契機にですね、白馬っていう場所を素晴らしい場所だということで、まあ、欧米の方々、スキー屋とかですね、まあ、あるいはいうアウトドアの好きな方っていうのは、だいたい西暦2000年代から移り住むように、なってきましたと。で今はインバウンド観光ブームですね、まあ、コロナの前までは少なくともそうだった、ですが、白馬においては2013年14年後だからもうオーストラリアを中心に、もうとにかく旅行客が爆発的に増えてきて、はい、今では、まあ、インバウンド向けの宿泊施設、まあ、飲食店っていうのが増えて、白馬村って9000人ぐらいの人口しかおりませんが、まあ、そのうちの1割が外国出身者と。で街中歩いても普通にですね、欧米の顔した方々が歩いて、はい、その辺の飲食店に行っても英語で注文できるとかですね、はい、そういう状況に、なっていますと。はい、でまあ、これからインターナショナルスクールもできるんじゃないかみたいな、そんなお話も、あったり、しますと。はい、でまあ、明らかに私白馬を歩いてみて見ると、これはやっぱり裕福な方々に選ばれるなというところです。やっぱりですね、小さい村なんですけれども、一番目を引くのは、大規模なホテルとか観光バスが横付けになるようなところが一つもなくて、基本的には小規模のですね、まあ、可愛らしい村、可愛らしい宿泊施設みたいなですね。はい。そういうものが、もう、で、この観光地が成り立ってますと。はい。私も、オーストラリアという欧米系の国に5年ほど住んでたのでわかるんですけど、まあ、彼らの好みっていうのは、でっかいものをドンドンと建てる、じゃなくて、まあ、可愛らしくて自分が歩けて、では、その、歩ける範囲の中でいろいろ便利に、はい、楽しめるっていう。なので白馬というのはその、まあ、条件を満たしてますと。はい、で加えて、まあ皆さんが言うやっぱりこの北アルプスのダイナミックな、光景、はい、これ、まあ、白馬村って要は北アルプスの、白馬岳とか五竜岳とか大体、標高 3000m 近い山々の東の、麓にある谷間なんですけれども、とにかく白馬村中心部だとだいたい標高 800m ぐらいなんですけど、そこから高低差 2000m 以上の雪をかぶった山々が間近に見られるのは本当にすごい素晴らしいんですよ。はい、特に天気がいい時は本当に素晴らしくてですね、しかもそれが、結構な広さのある谷間から見れるというのがポイントでですね、この谷間には水田とかですね、町、ちっちゃな町
か湖とかそういうのが点在していて、まあ生活、人々が生活しているという、はい、そこから、まあダイナミックな光景が見れるっていうと、大体ヨーロッパのアルプスとかですね、はい、まあ、あるいはアメリカのロッキー山脈のふもとの山々、あの町々とか、それに結構近いイメージの、場所になっていて、こういう場所だと、はい、まあ、皆さん楽しく、過ごされるんだろうな。で、実際に、かなり裕福な方々が、まあ、欧米人も、まあ、日本人、アジア人も含めてですね、結構なお金をこの町に落としておりますと。はい、この町に来るですね、観光客の平均年収とか実はすごくてですね、まあ、日本人、大抵首都圏から来て、まあ、平均年収1000万から2000万の方が一番多い。で、特に欧米系になると、その平均年収2000万を超える人が一番多いとかですね、とにかく平均値からかけ離れたような、富裕層が来る。で、毎年来ると。はい、で、彼らが来るためにはですね、まあ、常に良質なものを、提供し続けなくちゃいけないんですけど、白馬村って、田舎なように見えて、実は東京でも、通用しそうな良質なレストランとか各国料理の店とかですね、まあ、あるいは良質な、手工芸品を扱う店とかそういうのが結構あって、そういう意味で全然ここに暮らす、ここで過ごすのって全然 OK だねっていう、思うような場所だったりしますと、はい、で最近できたですね、まあ、おそらくこれから世界一美しいスターバックスになるであろうというですね、はい、確かスノーステーションかな、スノーピークっていうのかな、はい、ちょっと名前忘れましたけれども、そういう、スタバとレストランとお土産屋さんの複合施設が、熊健吾さんの、設計で、まあ、木材をふんだんに使ったユニークな建物 で、まあ、すぐ間近に北アルプスの山々が見えると、はい、そういうものがあったり、まあ、特に白馬の八方の、まあ、スキー場の近くって結構、まあ、結構楽しめて、歩いて楽しめる街になってるんですけど、そこにも結構良質なレストランとかあったりしてですね、はい、まあ、こういう場所ならその普通の田舎じゃないよねっていう、はい、そういう感じは私も、ありますと、はい、まあ、そういう中で、我々、まあ、面白い不動産を発掘して、まあ、皆さんに、プロデュースもしながら紹介していくという仕事を、続けていきたいと思っております。はい、今日もご清聴ありがとうございます。チャンネル登録の方もお願いいたします。では失礼いたします。